えお疲れ様です。ちょっと修正版を立て続けにお送りしようと思います。えー、今回の動画はですね、貼り付いていなければ無理っていうことと、貼り付けると、ここまでクイックレスポンスが効いて、ロスカットを最小限にして利益を最大まで伸ばせるってことの一つの例になると思います。えっと、まずですね、えー、今ご覧いただいているこの四角をちょっと拡大したのをこっちに載せてます。で、えー、一旦ね、セルでエントリーしたんですよね、ここで。セルでエントリーしたんですけども、 これですね。上の方に伸びちゃったんで、ここを超えた時点でロスカットをかけてます。で、ちょっとだけ損失出してるんですよ。で、その後なんですけども、今度はね、青い移動平均線にぶつかった時に、改めてもう一回勝負、セルを入れようと思ってるんですよ。で、青い移動平均線を抜けたら、もう上昇トレンドに変化するってことなんで、もう方針そのものは変えていかなくてはいけないんですけども、一応ね、赤い移動平均線で、下の方に振り返らなくても、 青い移動平均時点で弾かれることも大いにありますんで、それにかけて、ちょっと様子を見てるところです。で、そこからですね、次の時間軸、9時20分なんですけども、ま,あ、まんまとですね、こちらの方、跳ね返って、ヒゲを出して急速に下の方に行ったんで、これを追っかけてセルを入れ直したんですよね。 元々セルで入ったものが上昇したんで一旦ロスカットをかけたんですけども青い移動平均線でもう一回下に向かうチャンスがあったんでそこでセルを入れたってことですそうすると一気にここまで70ピップソード下の方に潜ったんでここで利確をしたのが9時20分ってことですよねたった今ですよでそうなると結局この青い移動平均線からひげ先のここまでが一気に利益が取れたそういうポイントになるってことですよね で、今回の相場解説で言いたいのは、赤い移動平均線でセルをかけました。で、そこでうまくいかなかった場合、どこでロスカットするかっていうポイントを先ほどの図で差し示してるところなんですよね。これ。ここを超えてしまったらもうさすがに諦めたんですよ。ポジションをカットして、で、今度は青い移動平均線で跳ね返って下に行くようなら、そこで再エントリーをセルでかけようと思ったんですね。そしたら実際に下の方に、 向かったんで、セルでエントリーして、ここで利確をしたっていうことですよね。それが今、9時26分になりましたけども、9時20分までに起きた、この1時間弱の動きになります。これができるようになるのは、まあ、当然ですけども、エントリーした後に、しばらくね、画面に貼り付いておけるような生活環境が手に入った方、もしくは、毎週水曜日は、あのトレードをするんだって決めた方は、水曜日、最優先で、 チャートの前に入りつけると思うんですよ特にポジション取った後ってのは貼り付くでしょ、うん、で今回みたいに赤い移動平均線でダメでも青い移動平均線のチャンスがあるっていう風に構えられたらここでもう一回ポジション取る準備ができるわけじゃないですかそれを今回は運良く捉えることができたかなっていうところですねはいじゃあ以上ですで引き続きになりますけども午後の相場解説でお会いしましょう